泉まんじゅうを行きまして買いましたね。はい、ぐるっと回ってこちらドドンと。おお、やっぱ足湯つかりながら食べるのが一番いいんですよ、温泉まんじゅう。これで足湯つかりましょう。そうか、これあれだ、頭スタートの動画になってるのか。さっき切ったもんなあ、そう、湯畑に戻ってきてね。そうそうそう、はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ということで挨拶の切り出ししっかりずらいてある。そうだ、さっき切ったんだって。どっから始まって俺どっから切ったのか分かんなくなっちゃった。饅頭を食べながら足湯っていうのが一番こう王道というか醍醐味というか、そんな感じがする。俺山っこ饅頭って言ってましたけど、うん、温泉饅頭でしょ、うん、いいね、やっぱ温泉じゃね、温泉饅頭、温泉饅頭に限るよ。すぐ裏のこの立派な建物で中でやってたんですけど、バシャーッね、あの音すごい、あの音がすごかったし、あれも力いるでしょ、あんな水なんて結構な重さあるからさ、あれをこうあの勢いで混ぜるって相当だと思うけどね。あれお湯95度とかがあるのをそのまんまじゃ入浴できないからと言って、ね、ああいうのでかき混ぜで温度を下げるという文化がね、この草津から始まってるんだけども、まあ、そういうのをね、ただ混ぜるだけでこう娯楽ショーとして、まあ、昔からね、楽しまれてたっていう、江戸時代からもう引き継がれてる今と変わらないやり方っていうことですよ。でね、裏草津っていうのがなんかあっちの向こうの方にあるらしい、なんかこう自然の化粧水みたいな、なんかそういうね、天然の化粧水みたいな話をされてたので、それを行ってみようかなって思います。で、その近くにその無料の温泉があるので、そっちに歩いて、ちょうど歩いて行けたらいいかなと思います。いやー、並んだな、焼き鳥石津さん、なんかだいぶ並びますね。なんかね、あの代表者だけだ、なんていうかな、ちょっと急に並んでんじゃんと思って、あ、ここ名前調べてあったやつだっていうので、すみません、本当だね、わかんない、なんか重なってこれあれじゃない、さっきの草津節じゃね、知らんけど、そう、草津節じゃね、ちょっとすごいパックの開け方しちゃったね、最悪、最悪、これ開かない、ここ、いただきます。
さ、うん、うん、幸せの味ってこういうことを言うんですよ。あれだね、タレで、タレです、美味しい。なんとかアタチ、なんだろう、そこに草津串の発祥の地だ。わしの湯でいいのかな、の由来はその昔傷ついたわしがこの湯により傷を治したという故事によって後世に伝えられています。わしの湯は江戸時代から廃止される昭和44年までこの場所にある草津温泉ならではの独自の入浴法時間湯の共同浴場として盛んに利用され親しまれていた草津温泉を代表する最も古い源泉浴場の一つで、その時間湯っていうのが源泉の効能を保つために湯もみ板で 温泉をもみ、指揮者であるなんだ湯長の導きにより入浴する草津温泉ならではの独自の入浴法ということで、まあ要はさっき の湯もみみたいなやつで、まあ、時間で、まあ、温度を冷ませてたみたいな、そういう手法というかやり方なんだって、独自のらしい。それがその江戸時代からあって昭和44年までここにその温泉があった跡地らしいです。これがさっき言ってた裏草津じゃない？ああ、そうか、うん、足湯だよね、足湯だね、いろいろある。これがさっき、なんだっけ、湯もみショーの時に言ってた、なんだっけ、天然の化粧水だっけ、まあ、そんなこと言ってたよね。どれ？あったかいけどね、これが肌にいいらしいよ、夏尾くん。そう、シュールやな、この絵。この写真撮って逆に、このシュールな、シュールすぎるでしょ。オッケー、あ、こうなってたのか、俺俺はこうなってたのか、なるほどね。これは肌にいいらしい化粧水、さっき あの湯もみショーで言ってました。へえ、こういう感じらしいですよ。あ、なんかすごい温度差ね、なんかね、スワーってするよね。地蔵源泉、なんかお地蔵様ってことですよね。へえ、単純に見るだけ、うん、至る所に本当にお湯があるよね。生水道、そうだ、ここからさ、こう見てるじゃん、わーすごいなーって言ったらバーンっていきなり出てきた、この扉がバーンってダーンって出てきたら、そこから領域開けてバーンってドドドドドって、あのこっかね、お坊さんがお坊さんがバーンって出てきたら、このお地蔵様はまあご利益があるようにって感じで言っておけばいいでしょう。あ、ここに書いてあるじゃない、目洗い地蔵だって。この場で目を洗えば治癒すべてつけあり、さしもの眼病でいいのかな、ただに治療する。人々をこれを聞きて、このあ、なんかちょっと古い言い方だね、持ち眼病癒やすい、本ごとくたたえ地蔵を建設する、目が治るみたいな、そんな目の病気を治すみたいな、そういう意味合いなんかね。地蔵の湯、ここですよ、我々が行くの。やってると思いますけども、行ってみましょう。やっててほしいけど、でこっから先は撮影 NG なんで、お風呂に入ってきまーす3カ所目です。3カ所目では草津温泉3カ所目のお湯、地蔵の湯行ってきたいと思います。噂の草津温泉ライトアップってやつです。わ、すごいんじゃない、もしかして湯畑光ってるよ。お、色がゴールね、すごい、こう変わるんだな。
いいやん、ええやんけ、これすごいじゃない。すごい。これは乗ってないけど。すごい。流しそうめんできるよ。多分さ、そうめんぶちぶちに。流しそうめんできるよ。そうめん砕けるよ。ふやけるんじゃない。あ、そうそう。食べれるレベルじゃないよ。いや、そばでそば。流しそうめんっていうか、おそばになっちゃう。茹でちゃった。あ、そうだね、確かに。おそばで。そもそもね。こんななってるんですよ。全部すごいなと。こういう風になって、こういう風になっているのがすごいと思いますけど。なんかレールみたいになってる。ね。なんかこうこんな連ねてさ。なんか足湯できるね、これ。昔からこんななのかな。すごいよね。歴史ある。一個ずつちゃんと組み立てて、歴史ある文化、草津温泉。このライトアップがね、今されてるところなんだけど、ね、すごくなってるな、もうすごくなってる、ね、夜だからね、ね、夜でこのライトアップ見ながらさ、ね、走るか、最高じゃん、だからでしょ、すごいですね。いや、これは見応えあるわ、素晴らしすぎる。今までいろんな温泉地に行ってきたけども、こう今までにないぐらい綺麗だね、うん、こんなにこう綺麗な温泉地は初めてかもしれない。アップができる、うん、日本ってね、本当に温泉の国なんだけども、うん、その温泉の場所をね、本当に日本人はこういううまい、ね、観光地として作り上げるのがすごいからさ、うん、外国の方もね、それはね、集まるというぐらい日本の文化ですから、絶対来た方がいいです。あ、こんなすごいのを見ることができるとは思えもしませんでしたよ。ライトアップはここだけじゃないと、もう一つね、朝行った、朝ってか昼行った最初の露天風呂のあの公園、あの公園でもやってると聞いてるのでね。おー、ついたまるよ、西の河原公園の夜景版です。 あ、ここね。そうですよ、この看板見て思い出した。そうですよ、何を何のことかと思ったんですか。どこだよ。ここですよ、足湯だね。時間はある、購入します。あ、ほんとだ。おー、いいね。これはいいよ。今までの足の中でここ一番のいい、ここいいですね、非常に気持ちがいいです。なんかすごいライトアップされてる。赤いこの鳥居っていうのが綺麗だな。うん。すごい。あ、もう見えてるね。うん。ここが最後です。名所として巡るのは。このまま、これが終わったら本当にバスに行きますんで、バス停最後になります。本当に今日一日草津温泉で、遊ばせていただきありがとうございましたということで、さらに明かりが明るくなりまして出迎えてくれました。
今回は草津温泉を2回に分けてかな、多分2回に分かれてると思うんですけども、分けて動画にしましたけれども、いやすごい充実はしました。まあ、見ていただけたら分かると思いますけども、だいぶねこんだけ満喫できるということで、1日でも日帰りでも満喫できる、まあ泊まるのも安い、日帰りでも安い、まあ、これを参考にね、あの本当に草津ってこんなにすごい有名な名所があって綺麗なんだな、あんなに湯もみ城ってすごいんだなっていうのをね、実感できたなら、皆さんにもぜひ足を運んでいただきたいなと思います。実際に湯もみ城ももっと長いショーだからね、あんなんじゃないから。あ、そうなの。そうそうそう、違う、動画違う、こういうの動画。あー、そうそう、ごめんごめん、もうね、やべえ、もうあの普通にあれボケてた。あれ、そうなの、あなた 見ましたよね、最後まで最後まで見ましたよね。間違えた、びっくりしたわ。そうなの、お前ちょ、あ、そっかそっか、あ、分かった分かった、視聴者のあれね、あ、これ、ここの声ね、代弁してくれたと。あ、そうなの、そうそうそう、そうです、そうです、あの視聴者の方はね、そうと思うけど、まあ、湯もみ城もお金払ってちゃんと最後まで見たら面白いですよってことと、温泉が多すぎる、あと無料のもあるし、足湯も多いし、いいところしかなかった、あと美味しいご飯もありましたし、まあいいところしかなかったんで、ちょっと遠いですけど行ってみてください。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。次はまたどこかの動画でなそうかな、お会いしましょう。ありがとうございます。